よろしくお願いいたします。東京大会の開催を3年後に控えた今、世界一の大会とすべく準備を一層加速させていく必要があります。まずセキュリティの確保は大会成功の大前提であります。大会の安全円滑な準備及び運営とともに、その継続性を確保することは開催国政府として重要な責務です。そのため今般具体的な対策をセキュリティ基本戦略として取りまとめたわけですが、大切なことは一つ一つ確実に実行に移していくことです。国会に提出したテロ等準備罪処罰法案の成立などのテロ対策やサイバーセキュリティ対策を含め、関係機関等の緊密な連携のもと、それぞれがなすべきことを自ら考え、各種対策にオールジャパンで取り組んでいただきたい。また野球ソフトボールの福島県での開催が決定しました。これにより復興五輪や地域活性化の弾みとしてまいります。パラリンピックについては史上最高の盛り上がりを実現するとともに、ユニバーサルデザイン2020行動計画に基づき、共生社会の実現のための取り組みを進めてまいります。合わせてラグビーワールドカップ2019についてもしっかりと準備を進めてまいります。さらに東京大会を文化の祭典にするため、政府の文化プログラムビヨンド2020や食文化の発信を通じ、文化的な取り組みを全国に広げていきます。このような方針のもと、閣僚の皆様におかれては組織委員会、東京都や関連機関との連携、情報共有を密にし、政府一体で取り組んでいただくようお願いいたします。